平屋で2階建ての木のお家になっております。ホテルみたいなデザインですよね。洗濯物をすぐ干せるような家事動線になっています。自分たちのお家に合った家族だけの家具を作れる工房となっております。斉藤林業の岡田正樹です。突然ですがこちらとても素敵な薪ストーブ見えてるかと思います。このお家はですね、薪ストーブで暖かい平屋で2階建ての木のお家になっております。最近ですね、お家作りされる方で平屋を望む方かなり増えてきております。またですね、キャンプの影響なのか薪ストーブ、火を見ながら暮らしたいという方も増えてきてるんですね。この動画はそんな平屋のお家や薪ストーブ、木に囲まれた素敵な優しい暮らしがしたいという方に向けた動画となっております。それではルームツアースタートです。それではこちらの平屋のお家のまずは平屋の素敵な外観から見ていきましょう。まずですね、皆さんお気づきかと思います、一面雪景色になってしまいました。ちょうどですね、昨日雪が降ったのでもう真っ白ですね。正直言うと中とても暖かかったんですが外はかなり寒いです。なので早めに済まして中に戻りたいと思います。スタイリッシュな外観になっているかなと思います。そんな中でも軒天井、屋根の下側の天井はですね、天然の木の板、無垢の板を使用しておりますので、シャープでスタイリッシュなデザインの中にも自然の優しさ感じるお家となっております。それでは中の方に向かいたいと思います。中に入る前にですね、寒いんですがもう一つ紹介させてください。こちらのウッドデッキは玄関ポーチとウッドデッキが一体となっております。こちら一体とすることでお家の見え方がかなりまとまったデザインとなりまして、ウッドデッキ部分も広く使うことができます。またですね、こちらの手すりなんですが高さが一般的な高さよりちょっと低くなってるんですね。こちらはですね、実はちょうど腰掛けられる高さに設定してありまして、こちらのウッドデッキで外の景色を見ながらコーヒーを飲んだりですとか読書をしたりする、そんな暮らしができる工夫となっております。そうしましたら今度こそ中の方に入っていきたいと思います。カメラマンさん、足元が滑るのでお気をつけください、はい、まずですね、中に入るととても杉の木のいい香りがします。もう木の匂いが好きな方にはたまらないのではないでしょうか。こちらご覧ください。最近ですね、シューズクロークを導入するお家が増えてきてるんですが、こちらはシューズクロークではなく一般的な収納をあえて採用しています。というのもですね、皆さん例えば外で遊んだお子様の道具やアウトドア用品、ガーデニング用品などお家に持ち込む際、泥とか気になりませんでしょうか。どうしても全部手入れをして中に持っていく、大変だなぁと感じることも多いかと思います。そんな時に玄関入ってすぐに収納があれば、土をちょっと落としただけでそのまま気軽にしまうことができます。アウトドアなどが好きな方にはおすすめとなっておりますので参考にしていただければと思います。それでは中を進んでいきましょう。こちらは奥様の寝室になっています。一般的なお部屋の天井の高さが2メートル40センチになります。それに比べてこのお部屋は2メートル80センチ、なんとこのバインダーよりも大きい40センチも高くなってるんですね。天井を高くすることで同じお部屋の大きさでもかなり体感的に広く感じるようになっています。それでは次のお部屋をご案内いたします。紹介したいお部屋がちょっとそちらにありますので、カメラさん申し訳ないんですけど少しバックしていただけると。ありがとうございます。続いて紹介したいのが今扉の閉まっているこちらのお部屋です。こちらのお部屋はですね、ご主人の寝室になってまして、かなり中こだわっております。こちらのお部屋、なんと壁が淡い緑色の珪藻土となっております。珪藻土の壁というのは自然素材の塗り壁になっています。なので結構皆さん色が地味な色、白やグレー、ベージュなどの色しかないと思われる方も多いかと思いますが、
実はこんな綺麗な緑色のものもあるんです。そしてこちらのお部屋ですね、ご主人の趣味のお部屋ともなってまして、こちら見ていただくと小さな棚が 1,2,3 とリズミカルに並んでいます。ここに並んでるのはご主人の趣味の釣りのとても綺麗な本と毛針が何個も並んでるんですね。お部屋にちょっとした棚をつけるだけでも一気に自分たちの暮らしが賑やかになるかなと思います。そしてこのお部屋の一番の見どころなんですが、こちらの窓になります。窓を開けるとですね、なんと一面とても遠くまで雪景色が広がっております。今ちょうど雪に夕日が反射して、夕方なんかは季節ごとに様々な表情を見せた綺麗な景色が見えるようになっています。こちらの椅子にですね、座りながら景色を見ながら自分の趣味に没頭する、そんな時間があったらとても素敵ではないでしょうか。続きましてご紹介いたします。こちらの扉ですね、中何が入っているかと言いますと、なんとウォークインクローゼットになってるんですね。皆さん今のお家のお悩みで収納についてお悩みってありませんでしょうか。結構ですね、お家を建てる方だと今の住んでいるお家に収納が少ない、物がどこに片付けていればいいかわからないという声かなりお聞きします。そんな中ですね、このようにウォークインクローゼット、隠せる収納庫を一つ用意しておくだけで、たくさんのお洋服、まだまだこれだけたくさんかけることができます。上の棚の部分にも様々なものが収納できるようになっています。続いてこちらご案内いたします。こちらはですね、素敵なトイレになっています。こちらのトイレはですね、一般的なトイレよりも幅が少し広くなっています。トイレを使った後、手洗いがすぐ近くにありますので、すぐに手が洗えるようになっております。またカウンターがついているので、このようなハンドソープや小物も置くようなことができます。そしてですね、こちらのトイレ、先ほどご案内した寝室からすぐ隣に作ってあるんですね。これなんでだかわかりますでしょうか。最近多いのが、老後のことを考えてお家を建てる方が増えています。そうなってくると、やはり夜中ですとか普段暮らしている中でトイレが近くにあるっていうのはとてもありがたいんですね。なのでそういうことまで考えた上でトイレの位置等も設計させていただいてます。それでは続いてご案内いたします。続いてはこちら、洗面脱衣室になっています。では開けてみましょう。どうですか、とても素敵な洗面台だと思います。本当にホテルみたいなデザインですよね。こちらの洗面台、造作の洗面台となっております。洗面台の周りって結構物がごちゃごちゃしてしまったりですとか、洗濯機と洗面台の隙間にホコリが溜まってしまう、そんなお悩みないでしょうか。そんなお悩みをこの造作家具にすることで解消することができます。あらかじめ購入される家電を教えていただければ、それにぴったりな洗面台を作ることができます。続いてお風呂なんですが、こちら一般的なお風呂よりも少し広いお風呂になっているんですね。お風呂の中で広いのは洗い場が広くなっています。ご家族でお風呂に入っている時に狭いなぁと感じたことないでしょうか。お子さんと一緒にお風呂に入る楽しい時間でも、自分たちが洗う時に手狭に感じると少し窮屈だなぁと感じるかと思います。そんな時に洗い場が少し広くとってあれば、ご家族お子さんと入った時も十分な広さの中で、例えばお子さんの体を洗ってあげたりですとか、楽しい時間を過ごしながらお風呂でまったりできるようになっています。また老後に介護が必要になった場合なども、洗い場が広いことで介護がとてもやりやすくなるような、そんな工夫もされています。続いてご案内いたします。こちら扉を開けますと、中はサンルームになっているんですね。皆さん家事の中で大変なこと、一番大変な家事って何でしょうか。もちろんそれぞれ違うことはあるかと思いますが、洗濯物って結構大変じゃないですか。洗濯物を洗って2階に持って行って、ベランダに干して、天気を気にして取り込む、すごい大変だと思うんですね。
ただこのお家は室内にサンルームがあります。こちらのサンルーム、場所も洗面脱衣室のすぐ目の前に位置していますので、洗濯物をすぐ干せるような家事動線になっています。南側の大きな窓と天窓がついておりますので、天気を気にせずに洗濯物を干すことができます。続きまして、皆さんお待ちかねのリビングをご案内したいと思います。オープニングでも紹介しました、こちらの薪ストーブ、ドイツ製のアイアンドックという商品になってます。お客様がですね、薪ストーブのお店で一目惚れをしてご用意した薪ストーブになってます。薪ストーブはですね、結構入れてみたいという方多いのではないでしょうか。暮らしの中に薪ストーブが一つあるだけでもかなり生活は豊かになるのかなと思います。そんな中でもやはり薪ストーブを入れるにあたって気になってくるのは金額ではないでしょうか。こちらはですね、薪ストーブ一つで150万円から200万円ほどで入れられます。ものによって値段は変わってきますので、お家を実際に建てる際にお店で選んでいただいて、皆さんに合った薪ストーブを入れていただければと思います。それではこちらの薪ストーブに実際に薪を入れてみたいと思います。こちらですね、薪を入れる際かなり熱くなってますので、手袋等をつけて危険に配慮した上で入れたいと思います。すごい、もう開けただけで熱がすごいですね。だんだんと入れた薪にももうすぐ火がついて、どん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 暖かくなってきています。続いてこちら、とても素敵な木のダイニングテーブルが見えるかと思いますが、こちらは無垢の木、天然の木でできた世界にたった一つのダイニングテーブルになります。なぜ世界にたった一つかと言いますと、こちらのダイニングテーブルですね、斉藤林業の家具工房という工場があります。その工場でですね、お家を建てる方が自分たちのお家に合った家族だけの家具を作れる工房となっております。こちらもですね、実は1枚の大きな板かと思うんですが、小さい細長い木の板が順番に一つずつ組み合わさっているので、このような縞模様のとても素敵な家具となっております。続いてこちら、キッチン紹介したいと思います。こちらのキッチンはですね、対面キッチンとなっております。こちらのキッチンは料理をするコンロと流しの目の前に壁がございません。なので部屋全体が見渡せるんですね。ご家族やお子さんと会話をしながら料理を楽しみながら作っていける、またお子様と会話をしながらですので、気づいたらキッチンの中に家族みんなが集まって料理をしているなんていうこともあるのかなと思います。それでですね、ここまでご案内した中で、皆さん普通のお家には大体あるものがないのにお気づきではないでしょうか。カメラマンさん、一旦部屋の中をぐるっと見ていただいてもよろしいでしょうか。実はですね、今日初めての撮影で社員のスタッフがかなりたくさん、家の中にも実はですね、外にも何人か入らないような状況になっています。そこで話は戻りますが、皆さん何がないかお気づきになったでしょうか。実はこのお家にはテレビがないんですね。というのもですね、こちらのソファーをご覧になっていただけると、ソファーの目の前にあるのは何だと思いますか。もう見えてるかと思うんですが、そうなんです、薪ストーブがソファーの目の前にあるんですね。これはですね、お客さんがこちらのソファーに実際に座ってテレビではなく薪ストーブを見ながら火を眺めてくつろげる、そんな暮らしをしたいという思いからテレビがあえてないお家となっています。そしてですね、お部屋の真ん中にあるこちらの柱、皆さん大黒柱っていう言葉聞いたことないでしょうか。最近はですね、住宅業界でもかなり大黒柱というものが減ってきている傾向にあります。ただこの大黒柱はですね、お家の中のシンボルとして、お庭でいうところのシンボルツリーのような家を支えていくという思いを込めた立派な柱になっています。斉藤林業では工場にたくさんの大黒柱を用意してあります。その中からですね、大黒柱選びというものができまして、何十本何種類もある木の中から、例えば杉やヒノキ、ケヤキや桜など
たくさんの種類の木の中からご家族様に合ったたった一本の世界にたった一つの柱を選ぶことができます。工場の動画につきましてはまた他の動画で詳しく説明させていただきます。このお家オープニングで話した通り平屋で2階なお家となっております。平屋で2階と聞くとどういうことかなって思う方かなりたくさんいるかと思うんですが、その秘密というのがですねこちらになります。行きますよ皆さん、行きますよ走るずるって行きますよ。こちらの階段がその秘密の2階につながる階段になっています。あれカメラマンさんこっちに来てください。こちらが秘密の2階になっています。こちらの空間を見て皆さんちょっと変わってるなっていうことお気づきになりましたでしょうか。もちろん皆さん多分すぐ分かったかと思うんですが、壁がですね斜めになってるんですね。これはなんでかと言いますと、このソファーに秘密がありまして、この角度がちょうど人が心地よく座れる角度になってます。試しに僕がじゃあその心地いいソファーに座ってみたいと思います。こちらですね、実はこの角度にした理由は本当はこっちにあるんです。なんとですね天窓があるんですね。空を見ながらくつろげるとても素敵な空間になっています。お客さんにお話を聞いたところ、ここのソファーではコーヒーを飲みながら夜空を見たり読書をする、そんな暮らし方をしているとのことです。とても素敵ですよね。もう一つこの空間には秘密がありまして、なぜ平屋なのに2階かという秘密なんですね。こちら普通の平屋とは違ってロフトの天井が人が立てる高さまで高くしてあります。ですので2階の空間がかなり広くくつろげるような工夫がされています。今回のルームツアーどうでしたか？薪ストーブで暖かい平屋で2階の木のお家、皆さんの参考になったでしょうか？最後にこの動画が良かったなと思う方はチャンネル登録、高評価、通知のオンも忘れずにお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。コメントもよろしくお願いします。